はい、皆さんこんにちは、マネルグルフィッシュです。では今回は提督の決断法バーブギーとボンド岬沖海戦ヤマト特攻リベンジの、続きをやっていきたいと思います。で前回はですね、絶対防衛ラインの最後の一つ、小笠原沖をダッシュ死守していこうということで、小笠原沖の海戦をお届けしました。その中ではね、なんといっても従順高速従順艦隊が敵の空母艦隊を壊滅させてくれるというね、もう大戦果を挙げてくれたので、味方の航空戦力、それに空母を温存できたという戦いでした。で、その後、少し時間を進めさせていただいてまして、今はですね、このジャワ沖に敵の艦隊を包囲している状態です。アメリカ軍第1、第4、そしてイギリス軍の第6、第11、そして、アメリカ軍の第11艦隊と、5号艦隊が今、ジャワ沖に集結というかね、追い詰めてるというか、そういう状況になっているので、なんとかね、このアメリカ、イギリスの連合艦隊を壊滅させていきたいところなんですが、味方の航空戦力、確かに小笠原沖では温存できたんですけども、新しく乗せ替えてます。やっぱり、夜間だったり雨だったりっていった時も出撃できるようにということで、今までの長距離爆撃機、長距離護衛機からですね、超長距離爆撃機、超長距離護衛機という形で、乗せ替えを行いました。今までの航空機を一度アルミに戻して、新しい新型の航空機を作ったというところなんですけども、これらの性能をちょっとご覧いただくとですね、空戦能力は大したことないんですね。最高速度も483ということで、対戦初期の性能しかないんですが、航続距離が6400、さらに夜間全天候で戦闘可能、ステルス装備がまだないんですが、1トンの誘導爆弾を装備していると。この長距離爆撃機を作るにあたって全ての航空戦力を一度アルミに戻したので、今航空戦力がね、結局乏しい状態になってます。で、正規空母、洋上基地型の正規空母、天城と巡洋がそれぞれ入ってるんですが、航空戦力が乏しい状態なので、ジャワ沖に追い詰めた敵艦隊を壊滅させるには、少し戦力不足。なので、ジャワ沖から逃亡を図る艦隊を迎撃していくという待ち伏せ作戦を行っていきたいと思っています。で、セレベスの方はですね、今、この、第1艦隊が入っているので、ここに戦力を増強していきたいと思います。艦隊で言うと、まずこの第2艦隊が今、マラッカに入っているんですけど、これはね、戦力の増強待ちです。で、第3艦隊、これが次のターンでセレベスに入ってきてくれるので合流します。で、第4艦隊がね、さっきの従順艦隊です。小笠原沖で活躍した従順艦隊。これがもう2ターンすれば、完全に、修復が終わるので、戦線に復帰してもらいたいと思います。で、第10艦隊。これはね、インド洋で、逃げ切りよう。小笠原沖で逃げ切る第12艦隊。マラッカ海峡、シンガポールで逃げ切ってもらう、第13艦隊。そして、今ね、レイテで逃げ切りを行っている第14艦隊と入っています。で、潜水艦隊が壊滅している状態なので、潜水艦隊の再建もこの後行っていきたいんですが、鉄、アルミが不足しているので、このターンはね、残念ながらちょっとやることがないので、諜報活動だけ幅広く入れておきます。入れておいて損はないですからね。なんといっても、お金の使い道がないっていうね、贅沢な、とてもとても贅沢な状態になってるんで、今だったらね、僕だったらもうとにかく、マンションのローンを返したいっていうところなんですけど、ここでは、鉄やアルミを資源として購入することができないっていうね、そういう制約があるので我慢していきましょう。では時間を進めます。予定通り敵艦隊が入ってきますね。敵の戦力を確認するほどの、スパイが入っていないので、ここは待ち受け作戦でいきましょう。どの海域からどういう形で入ってくるかというのが、ちょっとこの時点だとさっぱりわからないので、かつ味方のね、艦隊の損害も防ぎたいので、一度従順艦隊も、マップ上部へと退避します。敵の艦隊がね、傷ついて弱まっていたら従順艦隊をね、突撃させてもいいかなとは思うんですが。敵の位置を発見したら、わ、偵察機の数がえぐいな。
敵の大体の位置は予想がつきましたね、これで。でも発見したか。敵の艦隊規模はアメリカ軍の艦隊だね。早速爆撃隊送っていきましょう。もうちょっと敵の正確な位置が知りたいな。2個艦隊というのは確認してますからね。1個目の艦隊がここにいるのは間違いないと思います。でこれが現状の索敵状況だと戦艦部隊に見えますが、偵察機の数を見ると空母がいてもおかしくないかなという数には見えます。護衛が13、爆撃が14、14、14ですね。さあ敵の艦隊を発見。戦艦部隊だな。この戦艦部隊と交戦するのは危険だな。ちょっと位置をずらしておきます。思ったような攻撃が当てられていないな。第一艦隊が敵の艦隊と接触するのは絶対に避けたいので、従順艦隊を敵の戦艦にぶつけましょう。戦艦だけかな。空母は発見できていない。敵の偵察機がここにいるな。となるとちょっと見当違いの方向を索敵してるのかもしれないですね。さあ敵艦発見。ここに敵の空母はいないものの戦艦部隊がいるね。いやーこの火力装甲の厚い戦艦を1トン爆弾の誘導爆弾で仕留められるかどうかですかね。まあ、近づいて魚雷をぶち込むというのが、まあ、上等手段にはなりますね。そのために攻撃に当たらないことが重要。当たるときついな。戦艦相手に空母もいるね。空母も発見した。空母を先に仕留める方がいいね。戦艦を相手にしない。あえて第一艦隊はこのまま横へと逃亡します。で従順艦隊は敵の空母に当たる。いやここまでね反撃をうまく決めてきてますけど、さすがよねアメリカ軍の戦力。爆撃機の数も減ってるしね。まずいな。従順艦隊が今回は何もできずに沈みそうだな。従順艦隊が壊滅か。一筋縄ではいかないな。
従順艦隊壊滅となると、あとは空母の艦隊ですが、艦載機がもうボロボロになってるね。ちょっと数が足りていない。思わぬ形で逃げ切り作戦になりそうだな。敵をね、待ち受けして倒していく予定が。艦載機が不足してるね。まあ、アルミに一度戻してより高性能な航空機を作ることによって、まあ、あの簡単な話が150機あった航空機を潰して100機の高性能な航空機を作ったと、わかりやすく言うとですね。なので航空機の絶対数が減ってしまっているっていうのは間違いないですね。しばらくまた逃げ切り作戦をしながら艦載機に積む航空戦力の補充に努めるしかないのかな。まあ、ちょっと今回は、このセレベス海は守りきりに入りそうなので時間を進めていきましょう。はい、セレベス海ね、敵を待ち伏せして迎撃撃滅する予定だったんですが、航空戦力が不足しているのが明らかになったので、ちょっと考え直していきましょう。代わりに従順艦隊を失ってしまうというね、まあ、損害の方が大きかったです。でインド洋も逃げ切りですね。いやー、なかなか逃げ切り作戦が続くな。インド洋はどっから敵が入ってくるんだろう。ちょっと確認したいな。戦力比較もできない。南から入ってくると見ていいとは思うので、問題はインド洋だからマラッカからは入ってこないので、右側に部隊を集結させておけば逃げ切れる可能性が高いと見ていいですね。ではここも逃げ切り作戦なので時間を進めていきます。残念ながらね、ちょっと従順を一隻失いましたが守りきっています。やっぱり高性能な航空機を作ってできるだけ損害を抑える戦いもしていかないといけないかな。なんかそんな気がしますよね。航空戦力が消耗がやっぱり激しいという現状を見てそういう風に感じるので、そういう動きをしていかないといけないかな。それとですね、インド洋でまあ艦隊がやられてしまったので、まああの従順が一隻やられてしまったので、派遣するために一個引き抜きましょう。マラッカからで、マラッカから引き抜いた駆逐艦を一隻インド洋に出して、インド洋の防衛のために三隻体制を構築します。でセレベスだな。セレベス、とりあえずまず今回は輸送船を使いましょう。鉄はでセレベスに輸送船を置いて鉄を回収します。さて困ったな、航空戦力だ。問題はまず航空機は長距離の、まあ、爆撃機を作らざるを得ないので作ります。これ20機ですね。でこれをセレベスに配置、多分セレベスはねもう恒常的に敵戦力とぶつかることになるんじゃないかなと思いますので、長距離の護衛機を一旦集中運用するように変えちゃいましょう。なので事実上巡洋は艦載機ゼロですね。
で長距離の護衛機の数を増やして、もちろん爆撃機の数も増やす。これで120機体制ですね。まだまだ数が全然足りないです、ね、で、その上で新しい航空機を設計していきましょう。しかも4種類。いや、5種類かな。いや、いずれにしてもまずは新規設計で、艦上の戦闘機。どれをベースに戦闘機作るかだな。まあ、ベースはぶっちゃけどれでもいいか。となると、神殿回にしましょう。これをベースに、空戦能力。直縁機ですね。直縁機は30ミリの機関砲2門と、12ミリの機銃を2門、走行は12。一旦ね、航続距離は短くていいです。直縁機ですね、完全なる直縁機。ステルス装備もいらない。直縁なのでステルス装備もいらない。これで最高速度が927。いや、相当出るな。爆撃能力も一応いらない。もう直縁に特化したものという位置づけですね。で、最高速、走行もむちゃくちゃ厚くしよう。これでいいんじゃないか？直縁機としては。となると、武装をもうちょっと強化して、敵をね、上空にやってきた敵を、確実に仕留められるようにしましょう。これで、速度は900キロ出る。OK だ。これでいこう。これも最終形ですね。直縁。直縁。直縁の縁が出てこないかな。ちょっと縁が出てこないので、もう直縁のこっちにしましょう。直縁戦闘機。直縁戦闘機なので、もう完全に、すべての不要な能力を削ぎ落とした直縁の戦闘機。これで、艦隊の上空を守ります。なんといっても、スピード901に空戦能力 A。偵察能力とか、夜間は 全天候はつけるものの、ステルスも外して、とにかく艦隊上空をね、守る。まあそういう直縁戦闘機。まずこれが1個。12周か。12周はかかるな。じゃあ続いて、護衛機を作ります。護衛機もね、じゃあ神殿回をベースに作りましょうか。最新鋭の神殿回。で、空戦能力は、これもね、30ミリの機関砲は欲しいよな。で、12ミリの機銃も2門つけて、装甲も一旦50、いや、ちょっと待ってね。先に爆撃機を作った方がいいね。爆撃機を作って爆撃機に合わせた航続距離を考えた方がいいと思うので、一旦設計としては爆撃機を設計していきましょう。爆撃機として、水星をベースにちょっと考える？ちょっと待ってね。最高速度が770はいいけど、航続距離だよね、問題は。航続距離が長いものを、やっぱりあつらえてあげたいので。まあ、やっぱ神殿回だね。結局、ベースは神殿回っていうね。爆撃能力は1トンの誘導弾で、急降下はもちろん可能。この時点で最高速度がもうカスだからな。で、73キロ飛んで、夜間戦闘可能。全天候可能、ステルスもつける。これで637。最高速度の話をしてます。で、走行を分厚くしてこんなもん。いやー、偵察能力も一応つけたいからな。待ってね、偵察能力いるか？爆撃機は偵察能力はいらないだろう。レーダーは載せない。で、空戦能力。これも、まあ、敵とね、直接砲火を交えることはほぼしないことを前提に、15ミリの機銃を2門。これで7000キロ飛んで、1トン爆弾を急降下で落としてくる。まあ、最高速度が428という致命的に遅いけど、
7000キロ飛んで撃ってくる。装甲は99と重い。よし。これをじゃあ長距離重爆撃機としましょう。これも最終形ですね。長距離重爆撃機と。で、7000キロ飛ぶので、これに合わせて、新しく戦闘機、まあ、護衛機の戦闘機を作っていきます。これも神殿回、すべて神殿回で統一しよう、もうこの際なんで。まずは、航続距離から。7000キロは絶対飛ぶ必要があるので、7000キロ飛びたい。7000キロ飛びたいぞ。7000キロ飛びたい。ちょっと待ってね。7000キロ飛びたいので、最高速度とか落としてでも、最高速度を上げたい。となると、爆撃機で、カテゴリーを爆撃機にして作らなきゃいけないね。設計を、艦上の爆撃機にして、爆撃機扱いで護衛機を作りましょう。そうしないと、航続距離が、伸びてこない。いいので、こうしましょう。7000キロだったよね。7000キロにして、武装は37ミリの機銃。うん。機関砲を2門。15ミリの機銃を4門。装甲は、まあ、50、半分ぐらいでいいかな。いや、これむちゃくちゃアルミ使うな。ただでさえアルミが厳しいっていうのに。これで、最高速度が446。走行が50。いやー、どうなんだいっていう感じだね。長距離、重装甲護衛機かな。じゃあ続いて、工芸機器もこの際設計していきましょう。工芸機器も同じく距離を優先して作りたいので、航続距離が4600。武装は、どうする？ 15 ミリの機銃2門。装甲はマックス。まあ、敵に近づきますからね。夜間戦闘全天候可能でステルスもつける。これで、最高速度が601。爆弾の爆撃能力をちょっと強化しましょう。待って。さっきさ、爆弾、1トン爆弾積んだね、積んだ積んだ。500キロのロケット弾を積んで、4400飛ばしましょう。これでいく。これで、中距離。重装甲雷撃機ですね。じゃあせっかくなんで最後に、偵察機もね、偵察に特化した偵察機をちゃんと作りましょう。偵察機。偵察機も神殿回をベースに、レーダーをつけて、まあ、レーダーがね、一番重要になりますからね。レーダーをつけて、空戦能力も一応、30ミリの機関砲2門ぐらいつけましょう。で、必ず生還してほしいからね。夜間可能、全天候可能、ステルスももちろんつける。9999。まあ、ただ、これだと最高速度的に NG が出てるので、最高速度が上回る9400にして、これで、偵察機を作り上げましょうか。爆撃能力は、まあ、一応120キロの爆弾を積んで、9000キロ飛べればいいかな。OK だ。これでいきましょう。偵察機。まあ、これはもう最初で最後の偵察機になるので、このまま偵察機にします。12周。いやあ、これらが量産の暁にはね、
かなりいい戦いができると思うんですけど、それまで持つかどうかですかね。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回この続きをまたプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。